もう新しい自分というか変われたっていう面があるんで、そういう面に関しては良かったなと思います。お金がいっぱい飛ぶ飛んじゃいます、もうどんどんなくなっちゃいます。Hey guys and girls, on Ask Japanese, this is Kathy Cat. Now we're gonna go and ask Japanese people what kind of otaku they are, which means what kind of geek, what they're really, really into, something that they support and are quite proud about and geeky about. So let's go and ask Japanese. 自分で今なんかハマってること、オタクになってることありますか？ K-POP が大好きで。おお、はい。何のバンドですか？シャイニー。はい。シャイニー大好きです。私もビッグバンが好きで、めっちゃいつも見てます。音楽とか聴いたりして。いや、K-POP ブーム2人とも。はい。ライブ行くのとかハマってますね。ウーバーワールドっていうアーティストのライブに行くのにハマってますね。その服のブランドとかで、今まで別に服のブランドとか気にしてなかったんですけど、周りの子たちがそういう服のブランドとか結構好きで、それ結構教えてくれたりして、それで今ストリート系とかの服とかのブランドとか結構好きで、最近そういうの見たりするのも好きですし、まあ、自分でも今買い漁ってるっていうか、まあ、そういう系の服を今探したりするのが結構好きです。そういう時には自分はちょっとオタクになってる気がしますか？がっつりしますね俺は。そうですね、はい、自分もそう思います。アイドルです。アイドル、ね、好きなんですよ2人とも。でも私たちもアイドルやってるんですよ。すごい。いいんですかインタビューで？あ、全然大丈夫。売ってください売ってください。何アイドルにハマってるんですか？でもあの地下アイドルにハマって、ね、女の子のね。そう、女の子の地下アイドル。じゃあ2人とも地下アイドルですか？そうなんです。勉強するために地下アイドルの女の子の現場に行ったりしてます。じゃあアイドルが好きで、で自分もアイドルって感じ？あ、そうです。2人組ですか？そうなんですよ、はい、2人でやってます。組の名前教えてくれますか？夢ミルクです。はい。でそのモデルぐらいやってるんですか？え、まだ半年。はい。いいですね、頑張ってください。頑張ります。じゃあそういうハマっててオタクになって、何か得したこととか楽しかったことは何ですか？やっぱライブです。ライブが一番幸せです。あ、そこに何か友達作ったりとかもしてます？うん、あ、SNS でつながったり、ここもそうなんです。 SNS でつながったんです。あ、じゃあ友達になったきっかけは？そうです、Twitter とかで3年前くらいに何か話してて、アホみたいな感じになって、会ってからのです。今に至ります。なんかめっちゃ仲良くなりました。ハマりました、うん、2人で。もう新しい自分というか変われたっていう面があるんで、そのアーティストを見て、ライブとか見て、そのアーティストの言葉とか音楽で変われたっていうのがあるんで、そういう面に関しては良かったなと思います。そういう自分の好きな服とかを着たりして、やっぱ気持ちも変わりますし、そういうのを周りに勧めたりとかするのも結構好きで、まあ変わったったら結構変わったと思います。じゃあそれアイドルになって得したことは何ですか？なんかやってよかったみたいなプラスのは何ですか？めっちゃチヤホヤされますいろんな人にチヤホヤされて、可愛い可愛いって生きてきました物をたくさんもらえること待って、それやばい、それやばい物をたくさん、あの、これ欲しいって言ったらもらえるもらえる確率が高い。おー、なるほど他に何かありますか？他、なんだろう、ストレス解消、ストレスにもなるけど、あの、楽しいです。じゃあ最後には、それで何か苦労したことはありますか？お金、金銭面ですねライブのチケット代が払えないみたいな、はい、あとグッズとかもあるじゃないですか。それもちょっとこれ我慢しようかなみたいな感じですね。金銭面は結構きつい思いしました、ね、自分も服のブランドとかなんで、やっぱ自分が欲しいってなると結構お金かかったりしちゃって、まあそれを買うために頑張ってお金貯めたりとか、そういうのをしてますね。やっぱお金は結構困ってますね。お金がいっぱい飛ぶ飛んじゃいます、もうどんどんなくなっちゃいます。なんか仕事とかがそのために休むみたいな感じ、結構休みをいっぱい取らなければいけないみたいな感じなのが飛びました。休みとお金ですで、なんかアイドルにハマって自分でもやって、なんか損したことはありますか？ストレスをなんか感じることがある、時がある。時がある。なんかしょっちゅうではないけど、たまになんかはーってなる時もあるよね、うん、あるっちゃあるよね。まあでも楽しいが一番だよね。そう、楽しい。楽しい方が断然なんですけど、ちょっとたまに落ちる時期とかくじけちゃう時あるから。え、なんかアイドルポーズありますか？なんか
あ、違う、こんなんやってないですこんなんやってないですいつもなんかすごいゆるく適当にやってるんで私たちありがとうございました。So we asked Japanese people what type of otaku they are. Otaku can be a geek or someone who's totally into something. And I'm sure you have a hobby like that. We asked you about that in the other video. It was great to see that this time we had even different hobbies popping up here and there and really exciting hobbies that some people have. So how about you and your friends? Do you know anyone who has a crazy hobby? Maybe something that you cannot quite understand, but you still support that they have that passion for something. Let us know. Also comment on each other's comments. Let's get a discussion starting about geeky hobbies that people love. We've asked this question before, you might have already watched it, but if you have not watched it, it's in the top right of the screen. Again, some really interesting responses. Sometimes you speak to a person on the street and they have a hobby that totally blows up your mind, so definitely check it out. So I hope you have a lovely summer and I'll catch you soon here on Ask Japanese. Bye!